ウグラ川は、ロシア西部の河川で、岡川の左支流である。スモレンスク州南東部のスモレンスク高地に発し、スモレンスク州から、カルーガ州へと東へ3 3 9キロメートルに渡り流れ、カルーガの西の岡川が、北から東へ向きを変える地点で岡川に合流する。流域面積は15,700平方キロメートルに達する。流量は季節によって異なる。 冬は流量も少なく、11月後半から3月末までは凍結する。3月初旬から5月までの間は雪解け水により洪水を起こし、水面は冬の間よりも最大11メートル高くなる。この時期の流量は、岡川五流点から35キロメートル上流では1秒あたり90平方メートルになる。 夏から秋にかけては、時折降る大雨で、水かさが増すくらいで、流量は少なくなる。ウグラ川は中世前期から、様々な広告の境界であり、戦場にもなった。ウグラ河畔での戦いのうち、記録に残る最も古いものは1147年に起こっている。最も有名な戦いは1480年のウグラ河畔の大事である。当時、東西に伸びる岡川と、 その延長線上で東西に伸びる、ウグラ側は、モスクワ大公国と、リトアニア大公国の国境であった。ダイオルダのアフマドハンは、リトアニアの公演を期待しながら、軍を率いて、モスクワへ遠征しようとしたが、イヴァン三世は迎撃するためにウグラ側へ軍を集めた。両軍は交戦した後ウグラ側を挟んで睨み合ったが、増援が続々と現れるモスクワ側に対し、 第オルダ側にはリトアニアからの援軍がなかなか現れず、数週間後ついにアフマドハンは退却を決意した。この戦いは、ロシアに対するモンゴルの支配の終わりを告げるものであった。1500年以後、丘側、ウグラ側の線は南方のタタール人からモスクワを守る防衛線となり、要塞が多数築かれた。祖国戦争の際には、ウグラ下半の遊布の布付近で、 ロシアの詩人、パルチザン指導者、デニス・ダビドフが戦っている。第二次世界大戦の独ソ戦でも、ウグラ川周辺は、戦いの場となった。ありがとうございます。